武器なんていらないよ。来た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 、おらおら。静寂に包まれた無人の江戸の町、その一角に賞金への欲望に駆られた17人のプレイヤーたちが集められた。これよりゲームを始める。じゃあ皆さん負けても恨みっこなしですよ、ね、この戦いはもうここで終わりだからね。これプライベートのデッドイブ引きずっちゃダメですからね。あ、そうですね。いいですね、お願いしますよ。怖いんだよ、だから怖いんだよ。互いの健闘を誓い合い、エリアに散るプレイヤーたち。この瞬間から彼らは敵同士となる。え、全員ぶち当ててやるよ。このバトルボールで相手を倒して賞金ゲットすればいいんですね。バトルボール、これを使って相手を当てて相手のお金をゲットするね。それが戦闘中。そろそろだな。よし、もうすぐだ。勝ち残れるのはただ一人。欲望渦巻くサバイバルゲームが幕を開ける。スタート。さあ行きましょうか。510万もらいに行きましょう。自分以外は全員敵。いつ襲われるかわからない。恐怖に怯える AKB 葛西友美。やっぱ弱い人から行こうかな。女の子から行った方がいいかな。これボールがなくなっちゃったら怖いので、なるべく的確に正確に当てていきたいですね。はい、盾を生かして。女性プレイヤーは体力的ハンデをカバーするため盾を装備。男性より守備力が高い。この分やっぱりね、私は他の男性に比べたら有利やし、身を張るんでよかったなと思って。盾ね、ちゃんとまん丸やし、半分やったらどうしようと思ったけど、ちゃんと丸なので。清原さんは絶対信用しない。あの人本当ただの悪ガキだから。他の番組でも何回か共演させてもらってますけど、野球史に名を残す怪物スラッガー清原和博。獲物を探す。30万円大金、これ持ってるのも怖い。あそこにおる。清原が建物に隠れる AKB 葛西を発見。仕留められるか。バトルボールを当てれば相手の所持金が全額手に入る。おったおったおった。お尻にゲット。並外れた胴体視力で攻撃をかわす清原。背を向けた獲物は逃がさない。大丈夫、立ち直れない。あちゃー、お尻にゲット。これで AKB48 葛西は失格。清原は葛西が持っていた30万円を獲得し、所持金は60万円となった。うわうわ、何、撃破情報。清原和博が AKB48
48葛西智美の撃破、清原和博の賞金は60万円となった。早くも清原が1人倒し、残るプレイヤーは16人。果たして勝ち残るのは誰だ。目標はそれはやっぱり510万です。最後の1人です。全員倒すと510万円でしょ。こんな美味しいゲームないですよね。やばいわ。いや美味しいでしょ。倒していけば元気増えていくんでしょ。エリアの広さは東京ドームおよそ4個分。この中でバトルボールを敵に当てて撃破していき、最後に勝ち残った1人が賞金を獲得できる。プレイヤーは1人30万円持っており、撃破すれば相手の所持金を全てもらえる。最後まで勝ち残れば最高賞金510万円。なおエリア内にあるエスケープボックスで指紋を認証すれば、その時点の所持金を賞金として獲得しリタイアできる。これ受け取ります。取ります。狙われたら逃げて背向けたらも負けだから、もう正面向かってかかってこいと。バトルボールをキャッチした場合、また地面にバウンドしてから当たった場合は失格にはならない。マジで怖いわ。敵プレイヤーはいつどこから現れるかわからない。何超怖い。最初はそうか、後ろから狙われるなんてことあるもんな。わずかな油断が命取りとなる。今着信やん。清原に探りを入れる。もしもし、秋山。一人ゲットしたぞ。AKB から攻めましたね。え、あの子 AKB なの？そうそう、AKB ですよ。あ、そう。あ、番組的にしまったな。番組的にしまったなって。オタク的にするんじゃんの、ちょっと。大丈夫？わかりました。まだ電話します。AKB やってよ。俺知っててやれへんかったな、かわいそうなことしてな。俺の弟 AKB のファンなの。春菜さん、はい、投げるのは得意なの？投げるのは昔少年野球やってたので、少年野球は野球好きじゃなかったけどキャプテンが好きで入って、そう、しかも夏の合宿でキャプテンと初キスしたら思い出。女子のプレイヤーが潜みそうなところをちゃんと目つけとかないと。関係ないです関係ないです。もうね、尻にぶち当てますよ、尻に。うん、春日と会わない方がいいよ本当に。物陰に潜む浅木久仁子。隠れきれるかな。どっかでやっぱり行かなきゃいけない時もあるのかもしれないけど、ギリギリまで隠れて隠れて潰し合いを待ちます。女子でしょ。女性プレイヤーから狙いを定めるアンガールズ田中。盾を持っていても勝てると思っているようだ。浅木さん絶対倒せるわ俺。戦隊シリーズのヒーロー役で人気を博した若手俳優千葉雄大。なんかお金かかってくるとみんな目の色が変わるって。怖いですね。カムフラージュ作戦。やっぱりなんかちょっと物陰に隠れてバレないようにして、で出てきたのこうぶつけるとか。作戦を立てる春菜愛の近くに鈴木奈々。ここ危なくない？どうしよう、どこから行こうかな。ちょっとこっちの方で見ようかな。狭い路地を利用し待ち伏せ作戦に出た春菜愛。そこへ鈴木奈々が近づく。奇襲は一撃で仕留めるのが鉄則。外せば立場は逆転する。いいぞ。おらやったやった。当てられた、あ
完全に隙を突かれた鈴木奈々。敵プレイヤーはどこに潜んでいるかわからない。やった。いや早すぎでしょこれ。やばくない？携帯とか使ったことないやあんまり。春菜愛が鈴木奈々を撃破。春菜愛の賞金は60万円となった。春菜愛が鈴木奈々、汚ねえ男ですね。その頃司令室では戦闘中開発者高槻半蔵とその助手がゲームの行方を見守っていた。第1回戦闘中開催おめでとうございます半蔵チーフ。ありがとう。逃走中のことですか？月村があんなことになって今俺たちが頑張らないといけない。はい。早速最初のイベントを始める。武器屋ですね。ここでは戦闘に有利なアイテムが買える。戦闘中は逃走中と違って賞金を自由に使えるシステムにしたんですね。その通り。生き残るには賞金をいかにうまく使うかがポイントだ。一番の目玉は戦闘中の肝であるあれに他ならない。戦闘アンドロイド忍びだ。ここからが本当の戦闘中の始まりだ。エリアに出現した武器屋、これによりさらに戦闘が加速する。いやでもちょっと1時間はとりあえず切りたいですね目標。メールだ。またみんな行動早くないですか？イベント1、エリア2カ所に武器屋がオープンした。賞金を使えば戦いに役立つアイテムを買うことができる。賞金を使うか使わないか君たちの自由だ。武器屋エリア2カ所。エリア2カ所で武器屋がオープン。プレイヤーは所持金を使ってバトルアイテムを買い自分を強化できる。ただし使えば使うほど最後の一人になった時に受け取る賞金の総額も510万円から減ってしまう。勝ち残るため所持金の使い方が明暗を分ける。これ商品ラインナップですか？バトルも結構高いですね全部。お10高っ。ぼったくりやなこれ高っ。でももったいないな、お金が減るわけだろ。賞金を減らしてバトルアイテムを買うかはプレイヤー次第。金が減るのはちょっと痛えな。だって売れるんだ。持っているアイテムは売ることもできる。ちなみに女性プレイヤーの盾は40万円で売れる。え、この忍びってなんだ？忍びって何？人？最も高額なバトルアイテム忍びとは、敏捷性に優れ高い守備力と攻撃力を合わせ持つ戦闘アンドロイド。高額だが手に入れれば共に戦うパートナーにできる。忍びを手に入れられるかどうかがプレイヤーの運命を大きく左右する。盾の買い取りが40万、これを売ると20万プラスすれば忍びが買えるってこと？アンドロイドが。でもこの後に勝ち取る賞金の方が大切だから全然買うでしょう。自分の身を守るのにはいくらでもお金は払うでしょう。生き残るために。武器はオープン。武器なんかいらないよ。買うかどうかはプレイヤーの自由。バトルボール失敗ね。あ、ゼロになるってことか。所持金がゼロになったプレイヤーは失格。そのため男性で30万円しか持っていないプレイヤーは10万円のバトルボールしか買えない。今買いに行ったかも。今買いに行ったらアホや。高額なアイテムを買うには誰かを撃破し所持金を増やさなければならない。戦闘用アンドロイド忍び。うわ、忍びが一番欲しいな。
早速動き出すプレイヤーたち。戦闘が加速する。川向こうやから無理やな。ハムさん、ここじっとしてるか当ててもいいっすよ。アホでしょ、こんなとこ投げたら。二人の声に気づいた吉木梨沙。あれ、俺の声で逃げていきよったな。危険を感じ逃げる。女の子がね、悪いけど来てくれればね。願いが通じた。杉村さん大丈夫？しかし盾があるため迂闊に攻撃できない。あ、危ない危ない。そっち危ない。清原さんいる、清原さんいる。確実に仕留めるため接近戦に持ち込みたい杉村太蔵。この間 DVD 買いましたよ。嘘でしょ。ほんとほんとほんと。全然嘘聞いたことないです。危ないって危ないって。そっちは大丈夫です。太蔵さん、え、あ、びくしょ。危ないって危ないって。太蔵さん、そっちは危ないですよ。そっち大丈夫大丈夫。こっち誰もいないから、こっちの方がいいって。そうだな。杉村は抜け目なくバトルボールを拾う。やったー。先手必勝は戦いの常套手段。ただし外せば即命取りとなる。あー、負けたー。所持金を増やした杉村。ただし最後の一人にならなければ賞金はもらえない。よっしゃ。杉村太蔵さんが吉木梨沙さんを撃破。杉村太蔵さんの賞金は60万円となった。残り14人。やばい、女性陣がどんどん取られてる。こっち行きます。武器屋の場所どこやろ。地図今どこ。自分を強化するため武器屋を目指す春菜愛。立て打って。七尾も武器屋が気になるようだ。忍びを買うか。でもそれまでの道のりでなんかも倒されちゃったりとかする。最悪だもんな。どうしよう。春の愛の近くに女性狙いの杉村。なんか驚くほど静かですね。ニューハーフも例外ではない。外の様子を伺う七尾。怖いよ。動けば狙われる危険も高まる。愛さんだ。どうしよう。いったいったな。うわ、ここでやられたらマジでやばいな。そこにいるの分かってる。今分かってるから。さあまずは大手から片付けようか。二つ持ってるか。こっち盾で防いだ。そこへ杉村太蔵だ。やった。信じらんない。先制攻撃を外してしまった七尾。春菜愛の反撃をうまく盾で防ぐが、そこへ現れた杉村太蔵の餌食となった。移動は常にリスクがつきまとう。残るは13人。時間内に最後の一人にならなければ賞金は獲得できない。ここまで所持金を増やしているのはこの3人。彼らは武器屋で買えるバトルアイテムも多い。しかしその分他のプレイヤーから狙われる危険が高い。
でも杉村さん当てたら120万円。杉村太蔵もちょっと美味しくなってきたな。いいですね、生きてる感じがしますね。普段ね、やっぱりこの緊張感ないからね。うん、いいよ、戦闘中気に入ったこの番組。うん、吉木さんもやられてる。女の子もいなくなっちゃうじゃん。女の子、私だけ。何ちってってく、そんなとこじゃないよ。ちょっと武器屋ってどこなの。あ、ここだ、武器屋買いで。60万円を持つ春菜愛が武器屋に到着。あ、やった、こんにちは。すいません、縦50万、これが40万で買い取る、一緒だ。え、買い取ってくれるんだ。これ20万でしょ。アンドロイド買おうかな。アンドロイド買います。アンドロイドください。これ縦売ります。お目当ての忍びは60万円。所持金がゼロになると失格になるため、まずは自分の盾を40万円で売る。じゃあ60万で忍びください。春の愛が忍びを手に入れた。忍びは同じ色の契約のお電話をしたプレイヤーのパートナーとなる。ちょっと忍び起動。かっこいい、おー、かっこいい。忍びよろしくお願いします。いや嬉しい、頼もしい。いやなんか背中熱い。そこがまたね、難しい。逃げてるだけじゃね、賞金増えないというね。倒さないと、最後の一人にならないとゲットできないわけですから、逃げてるだけじゃダメなんですよ、このゲーム。そこでやっぱこう気持ちの強さね。ここで様子見ますよ、だから一回。澤部の近くに日村、誰かいるな。さらに清原、おった。清原に気づかない2人。このあと清原が澤部に奇襲を仕掛ける。誰だ、誰ですか。日村に気を取られている澤部。誰だ、行くか。足音を消し獲物に近づく清原。これは怖いね。どうしよう。うわ、ちょっと紙一重でかわした。くそ。九死に一生を得た。あい、きたね、やろうぜ。くっそ、今完全に油断してた。しかし清原はまだ諦めない。やばいぞ、やばいぞ、サーブ。清原さん本気だぞ。そうです、これはね、ちょっと今、今は違うぜ。そっちにいるから、はい、ハサミしよう。そうですね、今これ今しかないですよ。今よくない、今よくない。獲物は2人。その下にいるから、はい、やるなら今しかないよ。行くよ、逃げんなよ、はい、よし。果たして勝つのはどっちだ。行きましょう。澤部が裏切った。来た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 。うらうら。よしよし。バトルボールを失った清原。よし、今日の球だった。今やり合うのはね、得策じゃないです。これは逃げるべきでしょう。こぼれながらどうなのこれ。バトルボールはキャッチするか武器屋で買うしかない。いや嬉
嬉しい、なんか頼りになる、大好き。こんな守られたことないから、いつも男の子守ってるから嬉しい、ありがとう。丸腰となった清原、どうか武器屋へ急ぐ。はあ、嬉しい、なんか、ああやだ、当たった、バストに、忍びの手がバストに当たった、やだ、本当嬉しい、サプライズ。ちょっと清原さん美味しいな、今60万でしょ、あの人持ってんの。春日の近くに澤部、ちょっとな、清原さんですか。清原さん出ないでしょ。清原さん出ない。あ、いた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 。絶好のチャンスだ。行って、行ったって、行けって行けって。いや、先行ってください。いや、行けよ。いやいや、いいですいいです。やだよ。なんだ今見えたんだ、赤いの。なんだ、やんのか。おい、やってやってもいいか。おい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 、穏やかじゃないか、なんだおい。お、牽制し合う間に清原が武器屋に到着。よし、じゃあボール2つください。迷わず20万円でバトルボールを2個買った。これでさらに攻撃力が増した。春日さん。春日に接近するジョイ。どういう話よ。もうぶち当ててやろうかなと思ってた今。澤部やろ、澤部。三人の近くに清原。澤部を狙うジョイと春日。この後清原を交え壮絶な戦いが巻き起こる。澤部。やんのかい。もう澤部やんのかい。このね、人間関係が本性が出るところ。やった。清原さん。攻撃力が増した清原を見つけ、即座に逃げる。あれはやばい。春日さん。襲う清原、その背後に澤部。気づかれた。声がしてんだけど。武器屋へ向かう朝木。ちょっとこっち。清原は標的を澤部に変えた。そこへ現れた朝木を巻き込み、この後清原が暴れ回る。うわ、なに、あ、澤部の背後に清原がいることを知らない浅木邦子。うわ、なに、あ、獲物を手当たり次第に仕留めていく清原。よし、ダブルだ。あー、悔しい。これで清原の所持金は100万円。ビビった、清原さんに追われました。ボール2つ持ってこんな感じで、こんな感じで角曲がってたよ。撃破情報、清原番長が浅木邦子を撃破。清原さんが原市澤部を撃破。賞金は100万円残り11年強すぎだろ。よし、杉村太蔵抜いたぞ。
元政治家を、いいねこの響き、100万よし、ここで逃げようとするから、だめだ、俺は全額取るぞ、全額取ったら何も。現在賞金総額は470万円。やばい、番長の狩りが始まってる。これは危険だ、やばい、あったらアウト、絶対忍びて逃げな。ねえ、清原とか清原さんとか大きな、いるからね、ちょっと大きな人をぜひ、絶対私じゃ無理な人にやってもらいたいね。あ、やだ、またもう止まる時に手広げるんだもん、優しい。忍びは常に周囲を警戒、敵と接近すればプレイヤーを守り勝ち残らせるために戦う。ローハート100、よしよし、あいつ買うぞ。現在最も所持金が多い清原、忍びを手に入れれば戦闘力が倍増する。うわっ、忍び持ってんだあの人。春菜愛の近くに杉村太蔵、あの人ね、すっごい現金持ってんの、行って一緒に行こう。忍びに守られ、強気に攻める。忍び、私の忍び、そう、ちょっとやばいっすね、忍びがいるからね。あれは女性陣一人なんで頑張ってください。え、そうなの、大丈夫、私には守ってくれる忍びがいるから。かっこいい忍びだ、お願いね。女性狙いの杉村も忍びがいては逃げるしかないようだ。ちょっとやっぱりさすがに忍びはびっくりしましたね。一瞬にして終わる恐怖っていうのがやっぱ逃走中とかよりすごいあるな。所持金を増やしたいが動き出せない。最終的に一人だけ残ればいいんですもんね。賞金は最後に勝ち残った一人が獲得、いつ誰を倒すかが重要となる。ちょっとね、そろそろやっぱまあ車が欲しいなと思ってて、車に乗りたいなと思ってましてね。まだ一人も撃破できていないジョイ、時間内に一人にならなければ車は手に入らない。100万円を持つ清原が武器屋に到着。すみません、武器買いたいんですけど、このアンドロイド忍び。60万円で忍びを手に入れた。よし、ここまで圧倒的な強さを見せる清原が稼いだ金でさらに強化されていく。忍びを手に入れる者が増える中、ゲームの行方を見守る司令室では、しかしこれでは忍びを所持していないプレイヤーが圧倒的に不利では。その通り、プレイヤーは忍びが欲しくてたまらないはずだ。だからこそ今新たに忍びを手に入れるチャンスをやるんだ。もちろんそのためのリスクは犯してもらうがな、忍びの強さ身をもって味わってもらおう。そしてエリアに巨大な闘技場が出現した。ミールだ、ミールがイベント、闘技場がオープンした。そこでは忍びと1対1でバトルができ、勝てば忍びを獲得できる。挑戦するのは1回10万が必要だ。なお負けてもゲームが失格にはならない。これでかいじゃん。闘技場が開かれた。10万円を払えば忍びと1対1のバトルができる。武器は4個のバトルボールのみ、自分の武器は持ち込めない。勝利すれば契約の腕輪がもらえ、忍びをパートナーにできる。負けてもゲームから失格にはならないが、10万円は無駄となる。忍びは全部で3体、早い者勝ちだ。さっき武器屋で60万円、10万円で
ゲットできるかもしんないの。忍び、ちょっと行って、行こうか。忍びつけたい。忍びが欲しい。闘技場に行こう。闘技場に行こう。でも失格にはならないんだろ。10万削ってでもそいつをもらえるっていうことは、多分そいつ相当すげえやつだろ。闘技場行こう。現在、忍びがいるのは春の愛と清原の2人。他のプレイヤーはこのチャンスで忍びを手に入れられるか。あとは闘技場に行って勝って忍びをもらった方が50万円お得ってことですよね。しかも負けても失格にならないってことは、やっぱチャレンジした方がいいってことですよね。え、1対1のどんな勝負なんですか。格闘技一瞬で倒されたよな。闘技場を目指す千葉雄大。あったほら、あそこ通んないといけないんですよ。ほら、こっち見てる、めっちゃこっち見てる。格闘家、秋山に睨まれ動けない。くそ、あの可愛い感じの挨拶は猫かぶってますからね間違いなく腰の低い千葉。やばいやばいやばい。いつ牙を剥くのか。あったあったあった、闘技場あった。やります、やるやるやる、やります、やりましょう。あ、日村さんがやってる。 OK、 10万。代金は1回10万円。とりあえず投資だよ、今は自分に投資。おお、戦うんだ。田中、戦えよ、お前も。戦いに勝利すれば忍びをパートナーにでき、一気に戦闘力が上がる。ただし負ければバトルアイテムを買う資金が減り、勝ち残るには不利な状況となる。うわ、これか。これと戦うのか。撃破してパートナーにできるか、負けて10万円が無駄になるのか。3, 2, 1、 ラッシャー。あー、こんな強いのか。あー、正確に日村を射抜く忍びの一撃。雑だ。何してんの日村さん。10万円で忍びを手に入れるには高い戦闘能力が必要だ。あれ欲しいな。忍びをパートナーにできればゲームを有利に進められる。忍びがいる間にガンガン潰すだけ潰して現金集めたいです。金誰か倒して撃破したらもう一回挑戦したいぐらい。あれ強い、花越し。闘技場こっちです、こっちですか。浜口も闘技場を目指す。すいません、一回お願いします。次に挑むのは田中だ。じゃあこれ、まあこれ戦闘の練習にもなるからね。どれですか、あれか。あ、田中君入ってった。よっしゃ。忍びは武器屋で60万円の高額なバトルアイテム。これ、うわ、怖っ。しかし闘技場で勝てばわずか10万円でパートナーにできる。この人味方につけれたらでかいな。田中、忍びを倒せるか。3 2 1、 ラッシャー。うわー、うわ、怖い怖い怖い。うわ、危ねえ。うわ、あ、すげえ戦い。え、うわ、あ、取られた取られた取られた。あ、失敗した。うわ、熱い。やっ、うわ、全然下手くそ。
田中全然下手くそ。田中が逃げる方向を読み切り、冷静な一撃。何やってんだろう俺。ただ集大成しただけだったよ。結局負けよった。忍びを連れ標的を探す春菜愛。見つけたのは忍びに秒殺された日村だ。やっちゃったよこれ。これなんだよあれ。忍び行け、行くんだ忍び。日村やっつけろ。やばいやばいやばい、忍び行け。やばいやばい。近くにいた春日とジョイも巻き込まれる。やっぱりやっぱこの忍びの威力ってすごいですよね。どういうことどういうこと。春の愛が忍び持ってる、買ったんだ。もう私ほんとよかった。忍びの威力で男たちを攻めるニューハーフ。やる3人で組んだらいけんじゃないですか。結託しない。マジでマジでマジでそうしよう、マジでそうしよう。そっち秋山さんいるよ。そこへ秋山、そして春菜愛。手を組んだ3人が忍びを持つ春菜愛と秋山に挟まれた。そしてこの後追い詰められた日村が奇跡を起こす。まだちょっと行っちゃって、忍び行っちゃって、忍び行け、行って、忍び、日村さんやっちゃって、忍び行っちゃって。春の愛の忍びに狙われたバナナマン日村。忍び行け、行って、忍び、日村さんやっちゃって。至近距離で攻撃をかわした。忍びだ。なんだ。手を組んだ日村とジョイを裏切った。行っちゃって行っちゃって、行け。追い詰められる日村、またもかわした。離れろ。離れない、離れない、離れない。忍び行け。待て忍びを撃破し、ひとまずボールの回収に向かう。そこへジョイ。くっそー。崖っぷちに追い詰められ驚異の反射神経を見せた日村。攻撃を再三かわし忍びを撃破。丸腰となった春菜をジョイは見逃さなかった。忍び死ぬの待ってただろ、ずるいよ。今70万、僕合計70万ゲットしたんで忍び買いたいなと思います。忍びも切ない固まっちゃってる。撃破された忍びはその場で停止状態となる。今は避けるのうまいですね。実はあの避け方設楽さんから教わってきたんです。床にしゃがめばいけるぞっていう、それをやってます。そしてこの戦いで落ちたバトルボールを格闘家の秋山と千葉雄大がそれぞれ1個ずつ獲得した。
積極的に戦いを仕掛け金額を増やしていくこの3人。他のプレイヤーは勢いに乗る彼らを止められるのか。バトルボールで撃破すれば相手の所持品を受け取れる。時間内に最後の1人になれば最大で390万円が獲得できる。清原さんよ。あ、私も清原さん。超光栄でしょ、あの人。よかった。すごい、超怖かったんですわ。まあ、私なんてお尻だもん。後ろですもん、ね、私もお尻。あら、清原さんのお尻。清原さんお尻好き。ほら、うわ、やらしい番長だよ。最後一セリフ、お尻に当てたセリフで完璧。うわ、やらしい男だよ。やだ。やだね。じゃあ賞金とか 何に使うんですか。賞金？飲み代。え？それみんな招待するでしょ。2、3人。すでに3人を撃破している清原。銀座来たじゃん、銀座に。遊び方も豪快だ。車買おうだろうかな。車買おうかな。今アメ車に乗ってますけど。買い替えれるね。こういう時じゃないとね。俺は下手だからものすごい近づいた方がいい。でちょん、このテストパスバスケットでこれでぶつけた方がいい。こうか。波動拳ボー。忍びと勝負してきます。で、それをやっつけて俺の味方にします。あります。なんでですか。俺が元野球選手だからです。大丈夫です。やばい、そろそろ里降りてくんじゃないか。里に鬼が里に降りてくんじゃねえか。さあ、下に獲物狩りに行くか。桃太郎が必要だよ。桃太郎が。闘技場に現れたのは良い子浜口。怖っ。これ勝利すれば忍びを獲得、負ければ10万円は無駄となる。果たして忍びに勝てるのか。3、2、1、ラッシャー。しまった。武器屋で忍びを買わず賭けに出た浜口。しかしあっけなく散った。くそー、体力失っただけや。体力だけでなく金も失っている。城下町に降りる清原。ボール2つに忍ちゃんやで。ご機嫌だ。国際組織次に闘技場に現れたのは元木大輔。戦わせてください。一方、ジョイは武器屋に到着。こんにちは。契約の腕はください。30。はい。買ったのは契約の腕輪。ありがとう。これを停止している忍びに装着すればパートナーにすることができる。先ほどの戦いで忍びが停止していることを知っているジョイ。30万円で確実に手に入れる作戦だ。この忍びにつければ忍びを仲間にできます。よし。現役時代勝負強さを発揮し球界を沸かせたアスリート、元木大輔。高い身体能力を生かし
忍びを倒せるか。3、2、1、ラッシャー。このボールは？よしよしよし。精度の高い元木の豪速球、元巨人軍のプライドを見せつけた。闘技場で勝利すると契約の腕輪がもらえ、撃破した忍びをパートナーにできる。よし、何もできてないですね。忍びもゲットできてないし、全然みんなは強くなっていく一方、俺はただ逃げる一方です。よし、ジョイは狙い通り忍びを安く確実に手に入れた。お前はユージと名付ける。行くぞユージ。よし、でも危なかった。忍び強い、かなり足狙ってきてたから。でも俺の味方やからね、最高や。あ、木原さんから電話です。もしもし、大輔、忍びちゃん勝ったよ俺、60万で。僕も忍びをやっつけてもらいました。一人つい嘘、忍びと忍び持ってんの。はい、ちょっと俺杉浦太蔵のあの金取りに行くわ。はい、わかりました。より強くなるため金額の高いものを狙う。ちょっとしばらく私はですね、今一番懸賞金のかかってるような男ですからね、一番今ターゲットにされてますよ絶対に。なんで杉村太蔵が90万持ってんだと。杉村さんたちはもう何かいろいろ買ってるだろうな。清原さんも強いだろうな。今清原さんが忍び連れたらもう倒せないよ。誰かやってくんないかな。積極的にイベントを利用するプレイヤーもいますが、賞金が少なくて手を出せないプレイヤーもいますね。ならこれはどうだ。なるほど、これなら買えなかったプレイヤーも動けますね。だがそう甘くはないぞ。人が集まれば当然バトルが起こるからな。司令室の半蔵によって新たなイベントが発動された。メールだ。来たよ。次だな。通じた武器屋がタイムセールを始めた。残り50分まで全ての商品が半額。武器屋半額ですって。タイムセールが始まった。今から残り50分まで武器屋で売られているバトルアイテムが全て半額となる。ただしこの間プレイヤーは持っているアイテムを売ることができない。それボールもともといくらでしたっけ。10万で5万で買えるんだ。いかない。だって場にさ、賞金が減るわけでしょ。そういうことしない。現在の所持金は杉村が90万円、ジョイ・清原が40万円と続き、合計340万円。しかし誰かが使えば勝ち残った一人がもらえる賞金が減ってしまう。アンドロイド買えねえや。しまった、待てばよかった。しまった、迷うな。いやちょっとでも強くなった方がいいかな。俺買いに行こう。使いたい。どこなんだ武器屋は。買いに行きますよ。なんせ投資資金は山ほどあるんですから。これ選挙でもですね、もう金ケチるやつは所詮勝てないですよ。ドーンと使いますよ90万一気に。どこ行ったの政治家。
清原は所持金が一番多い杉村泰蔵を探す。狙われた男はタイムセールへ。ボールもう1球だけ増やしとこう。今この状況でちょっとでも自分強くしとかないと。しかし動けば他のプレイヤーに見つかる危険が高まる。おい、みんなどこにかかってんねんこれ。武器屋に近づく杉村。しかし清原だ。おっとおった、金がおった、忍び、行くよ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 。建物に逃げ込む杉村。清原は忍びと共に裏に回り込む。気配に気づき脱出。そして待ち伏せだ。絶対こんなん隠れてるこれ。やられた、忍びやられた。よっしゃ。先に建物を出た忍びが狙われた。ああ、俺の。しかしそのおかげで清原は命拾い。ああ、忍びごめんね。どうやって逃げたの。さすが元国会議員。タイムセール中の武器屋にやってきたアンガールズ田中。所持金は20万円。あ、セール中。うわー、盾これ欲しかったな。変な集大さらさずこれ買えばよかったよ。あ、じゃあボトルボールを5万円なんだ。じゃあ1個ください。お釣り5万円。細かいですね。なんか山根に似てない。ありがとうな山根。やべえ、誰か倒さないと。忍びが欲しい良い子浜口。しかし所持金が足りない。タイムセールに向かう日村。ないよね。時間がかかりそうだ。慎重に行かないと。武器屋にたどり着いた杉村泰蔵。あのね、忍びをください。はい、いくらですか。30万。30万でいいですか。いらっしゃいませぐらい言った方がいいよね君も。はい、ありがとうございます。いいでよ忍び。いや、最高。忍び、お、いいね、いいね、その動き。 SP1 号よし、俺の SP だ、守るんだ。まさか最初の戦闘が忍びとの戦闘になるとはな。ゲートイン。オードリー春日はタイムセールよりも安い10万円で忍びを手に入れる作戦のようだ。うん、いただく。アメフトで関東選抜にも選ばれた春日、その身体能力を活かせるか。 3-2-1 ラッシャー。勝てば忍びを獲得、負ければ10万円が無駄になる。よいしょ。いただこう。クソ、ワンバンダメか。うわー、クソ、引っかかる。よいしょ。危ねえ危ねえ。よいしょ。よっ、よいしょ。よっしゃ、いただき、いただき。芸人の中でもトップクラスの身体能力を誇る春日、剛腕を見せつけた。勝った、春日勝った。やべ、いただこう。狙い通りに忍びを倒し節約に成功。
そしてタイムセールが終了。現在忍びを持っているのは杉村、元木、ジョイ、春日の4人。他の6人は所持金が少ないため武器屋では忍びを手に入れることができない。忍びがいるとね、精神的余裕がやっぱあんのよ。頼もしいから。やっぱりね、ライフルがもう一個増えた感じだから、ちょっと戦えるね。よし、清原さんだ。とにかく清原さんやっつけよう。あの人金持ってるしね。さあ、杉村さんにやられると思わなかったな。建物に隠れる清原。光ってんじゃん。バトルボールは光るため隠れても目立つ。忍びを手に入れたが、まだ動く様子がない元木。敵の財布をちょっと太らしてから俺がパチリと行くかな。どんなに敵を撃破しても賞金を手にできるのは勝ち残った一人だけ。人数が減ってから勝負に出るのも戦略の一つだ。再び闘技場にやってきた良い子浜口。今度は勝てると踏み忍びとの再戦に挑む。やめとけよかったかな。3、2、1、ラッシャー。何もできずに秒殺。忍びに勝つのは容易ではない。何やってんだ。金だけが減っていく。じゃじゃーん、なんか嬉しいね、これ2つになっただけで。うん、とりあえずね、春日の近くから離れないように。うん、そして警戒を怠るべからず。左右対称になった。田中が忍びを持つ春日を見つけた。田中さんいるな。あ、2つ持ってるぞ。1個まだ1個の人いるだろう。先ほどバトルボールを買ったため狙われずに済んだ。一方忍びを持つジョイ。春日さん。お、ジョイ君じゃないか。忍びを手に入れ勢いづく2人が対峙した。いや、忍び持ってる同士で組んだら強そうっすね。え、その近くに田中だ。いくら持ってんだ君は。どうしたのその忍び。契約の腕輪を買って仲間に引き込んだんですよ。買ったの。春日倒すか。残りいくらよ。アンガールズ田中はジョイに気を取られている春日を背後から狙う。作戦は成功するのか。はあ、使ったね。10万。え、春日さんはどうしたの。忍び買ったね。空から降ってきたんだよ。ダセー、空から降ってきたって。何、作戦か。戦闘力に劣る田中が隙を見せた春日の背後をついた。見事作戦勝ちだ。しまった、怠った、注意を怠った。決まったな、片手カメハメはズドンと。もう完全なる至近距離まで詰めた。残るは9人。時間内に最後の1人にならなければ賞金はもらえない。おお、マジかよ。なんか試合見て。柔道元日本代表、現在は格闘家として世界で活躍する秋山が忍びとの勝負に挑む。
え、あれ誰と誰と戦ってるの？秋山じゃないか。試合見てや。勝てば忍びを獲得、負ければ10万円が無駄となる。よろしくお願いします。3、2、1、ラッシャー。おっしゃ、あなた。鍛え抜かれた体で放った一撃。避けにくい足元を狙い撃破。あいつ勝っちゃった。俺の。これで3体の忍びがプレイヤーのパートナーとなり、闘技場は閉鎖。忍びを獲得できなかった良い子浜口、その先に日村。浜口さん、浜口さん。あ、オッケー。浜口さん、なになに。一緒にやりません？一緒にやろうか。本当にずっと探しましたから、浜口さんのこと。本当本当に今みんなめっちゃ強いぞ。俺もこの状態です。マジでか。マジです、マジです。分かった。いいですか？絶対狙わないですか？狙わない、狙わない。 OK、はい、ね、よし。日村は誰かと手を組むことが好きなようだ。その近くに清原。 OK、 狙わないよ。もちろんもちろん、絶対絶対。浜口さん、やめなさいよ。 OK、 狙わないよ。ちょっとここで、ここら辺のメンツがちょっとやり合うの良くないです。清原さん、清原さん、清原さん。え、やばいやばい。別々に逃げる二人。これ挟み撃ちされるな、これ。いいぞ、そろそろエンジンかけてガツガツ攻めていかなきゃ。日村が一度は手を組んだジョイと清原の二人に挟まれた。どうしのぐのか。よしよし、待て、しのぐ、待て。やべ、見つかった。日村さん、落ち着けって。日村さん、よっしゃ、よっしゃ、よっしゃ、ちっしゃ、よくやったぞ、ちっしゃ。日村の一撃は無情にも地面へ。儚い最後を迎えた。なんだよ、ジョイよ。激化情報、ジョイが日村さん倒した。ジョイの賞金60万。杉村太蔵60万、ジョイ60万、清原40万。ほー、ジョイ君結構強えな。ゲーム時間も残り半分を過ぎて、アイテムや賞金の少ないプレイヤーは行き詰まってきましたね。もちろんそれも計算のうちだ。ルーレット、少ない金額で最高の武器が手に入るチャンスだ。水無月、特殊装備の忍びをスタンバイしろ。はい。忍びはカスタマイズによってさまざまな能力を発揮できます。今回は半蔵チーフの指示通り、趣向の異なった2体の忍びを用意しました。でもまあ、ルーレットである以上外れの可能性もある。勝ちたいなら運も味方につけなきゃな。司令室の半蔵によって新たなイベントが発動された。来て来て、メールだ。お、音が鳴ったら、携帯の音が鳴ったらぜひ近づいてきて。一番僕が身の危険を感じる時だからね。ルーレット場がオープンした。1回5万円で挑戦でき、運が良ければ特殊なアイテムを装備できた。装備した忍びを獲得できる。特殊な忍びを獲得できる。特殊な忍びって何？ルーレ
レスト場がオープンした。ここでは5万円を払えばルーレットを1回回すことができる。当たれば特殊な装備を持ち、攻撃や防御に特化した忍びを獲得。少ない金額で一発逆転できるチャンスだ。これ絶対行くべきでしょ。忍びない俺は。一回5万で勝負できる。どこでルーレット場？よし行こう。ルーレット場。忍びゲットします。プレイヤーが契約できる忍びは1体のみ。忍びがいない浜口、清原、田中、千葉の4人だけがルーレットに挑戦できる。オッケー、忍び。じゃああっちの方に。とにかく左から来るやつを気をつけて。右が僕見えるからね。忍びがいる者たちはバトルに備え臨戦態勢を整える。このチャンスで動き出した千葉雄大、勝負どころと踏んだようだ。ルーレットやらないですか？え？ルーレットやらないですか？バクチやれへん。俺人生がバクチみたいな。無駄に使っちゃったな。またこんなに増えると思ってな。今度はちょっと多いよな。およそ10分前にバトルボールを買ってしまった田中。これ爪の太い金じゃん。ちょうど川があるから入っちゃおうかな。何してんの俺。まだ所持金を一度も使っていない千葉雄大がルーレット場に到着。ルーレットをやりたいんですけど。5万円。よし、お願いします。これをスタートしてストップを押す。ルーレットをやりたいと思います。スタート。当たれば強力な武器を装備した忍びを手に入れることができる。確率は20分の6。ああマジか。どうしよう。もう一回やる。もう一回やります。もう一回やってみますか。買うに似合わず負けず嫌いのようだ。はい。うわあ、60分経過。残り40分。いよいよこの辺りから終盤戦入ってきますよ。本気で仁義なき戦いがスタートしますね。2回目の勝負に挑む千葉。ちょっともう一回。ここで引き下がるわけにはいかない。負けが込むと熱くなる。あんまりみんな金使うなよ。最後に俺がもらうっつうのには。誰かが所持金を使えばその分最後に獲得できる賞金が減ってしまう。千葉、3回目の勝負。お願い。あ、マジで。いやでももう一回やろう。ちょっともう一回。深みにはまる男。ここやった方がいい。これやった方がいいな。ここは。これがルーレットの魔力。全員的っていう恐怖がこんなに恐ろしいかっていう。大丈夫。まだいい。まだ戦う時じゃない。まだ。まだ全然大丈夫です。秋山は人数が減るのを待ち、最後に総取りする作戦のようだ。ついに4回目の勝負。今年おみくじ大吉だったから大丈夫。お願いします。果たして忍びは当たるのか。おっしゃ。見事粘り勝ちだ。当たったのはビッグバトルボール忍び。めっちゃ強そう。
すげえ。巨大なバトルボールを振り回し敵を撃破する。攻撃力に優れた忍びだ。ありがとうございました。よっしゃ、よっしゃ、こっち行きますか。どうしても忍びが欲しい良い子浜口、ルーレット場を目指す。秋山さんや、秋山さん来た、秋山さん来た、はいはい。めっちゃ速い走んの、めっちゃ速いな。しかし向かう先に清原。このまま行けば2人は鉢合わせ。果たして浜口の運命は。ルーレット、ルーレットどこや、おルーレット、ルーレットどこや。うわくそ、杉村さんやると思わなかった。に気づいた清原、待ち伏せだ。ルーレット、ルーレットどこや。うわあ、うわあ、何、番長、うわあ。ここまで手当たり次第バトルを仕掛けてきた清原。これで4人撃破だ。清原さんが番長隠れてた。何、清原さんが良い子の浜口を撃破。うお、清原さん50万。清原さんすげえな。清原の賞金は50万となった。残り7人。いや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 、これは盛り上がってきましたよ。現在の所持金は杉村とジョイが60万円、清原が50万円、千葉はわずか10万円だが、大幅に戦闘力がアップした。あ、忍びあそこに落ちてたよね。あれ使おうよ。これ絶対今強化して、ルーレットで普通の忍び買って、また当たるか外れるかギャンブルかけるより、確実に1体忍びゲットした方がいいでしょ。ボールも多いし。田中が手に入れようとしているのは、武器屋で売られている契約の腕輪。これをエリアで停止している忍びに装着すれば、パートナーにすることができる。千葉くん、やばい、やばい、やばい、千葉くん、何あれ、千葉くんがすげえ忍び、やばくない、あの忍び、あれなんだ、あれ何あれ、何あれ、かっこいい、お互いめっちゃいいんだけど、すげえ登ってる。何あれもらえんの、でっかい玉でチェーン持ってんの。ビッグバトルボール忍びを持つ千葉を目撃したもとき、一本道に逃げ込む。その先に杉村泰造だ。来るね。杉村と元木、互いに忍びを持つ者同士が対峙。バトルは避けられない。太蔵さん、来た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 、チャンスがあったら攻撃だ、どんどん打っていいぞ。すっげえ忍び来たって、すっげえ忍び来た、すっげえ忍び来た、いけ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 、忍びいけ、いけいけいけ、よし、ほらいけいけいけ、戻ってきた戻ってきた、ほらほらほら、ほらいけ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 、忍び、やべやべ、元木の攻撃を見切り、すぐさま反撃。忍びの戦闘力は別格だ。よっしゃ、よっしゃ、よし、よし、くっ
っす。金ありがとうございます。倒した者は相手の所持金を全額受け取れる。撃破情報、杉村太蔵が元木を撃破。杉村の賞金は80万となった。残り6人。80万、俺20万。ちょっと離れましょう。あっち行きましょう。契約の腕輪を買うため武器屋にやってきたアンガールズ田中。契約の腕、あ、契約の腕輪をお願いします。おっしゃ、これで今ちょっとこうなってる忍びをちょっと俺の忍びに変えてくる。80でございます。80ですよ。いや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 、久しぶりにこのお札の厚みというんですかね、まあ永田町以来ですねこれ本当に。いや、たまりませんねこれ。これちょっと60万だと思います。今全部で僕60万持ってますね。はい、割とある。いいじゃないですか。これどん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 金持ってる人もっと倒して金額増やしていきたいなと思います。あ、痛い痛い。停止中の忍びを見つけたアンガールズ田中。契約の腕輪でパートナーにする。頼む。よし。よっしゃ、ついにゲット。おい、二つ一気にやるよ。よっしゃ。よっしゃ、めっちゃ強くなった。これでそう簡単には負けないぞ。4級持ってるの結構強いでしょ。これで忍びを持っているのは杉村太蔵、ジョイ、秋山義弘、千葉雄大、アンガールズ田中の5人となった。忍びがいないのは清原和博ただ一人。寂しいですね、早く終わっちゃうとね。寂しいわ。つまんねえ、つまんねえ。なんかちょっとなんか春日さんちょっと盛り上げてくださいよ。本編よりも盛り上げちゃっていいの？いいです、いいです。ちょっとお願いしますよ。いいですか？はい、じゃあ一発いっちゃいましょうか。景気のいいやつをね。いや、本当に負けちゃってね。アバーク。響いたね。そうそう、やばいやばい。晴れててよかったな、今日は。そうなる、今ね。ルーレット、ルーレット。忍びの必要性を感じ、ルーレット場に向かう清原。どこ？ルーレットか。よし、80万ですよ、80万。あと1人、あと1人大物倒せばこれはもうエスケープいっても十分ですよ。エスケープが成立すればその時点の所持金を賞金として獲得しリタイアできる。日村さん、お願いします。お願いします。よし、アバーめっちゃめっちゃめっちゃ決めきたぞ。それいいっすね。すげえやり方が出せる。アバー、みんなでできる。アバカスラのだけじゃん。ちょっと違う、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 違う。清原がルーレット場に到着。ルーレットは1回5万円。当たれば強力な武器を装備した忍びを手にできる。20分の3。まあ、やってみようか。よし、2回お願いします。野球史に残るスラッガー清原、その勝負運は。スタート。忍びを当てホームランとなるのか。あかん、空振りだ。スタート。清原2回目の勝負。これ待つやつおんのこれ。当たれば、急
強力な武器を装備した忍びを獲得できる。あと一つやったのに。爆地はね、深入りしちゃダメですよ。40万円を残し諦めた。その頃、司令室の半蔵は、戦闘中はそう甘くはない。バトルをさらに加速させるためミッションを発動しようとしていた。一体何をする気ですか？ここまでのパワーバランスを崩す。このミッションを制した者がこのゲームの勝者に最も近づくはずだ。半蔵の操作によってエリアに戦車が出現した。おいおい、またか。メルだ。何？残り20分になると緑のボールが使用禁止。新たなボールはエリアに侵入してくる戦車が砲撃する。は？え？使えなくなるのこれ。新たなバトルボールを獲得せよ。残り20分になると現在使っている緑のバトルボールが使用禁止となる。新たなバトルボールは戦車が3カ所に2個ずつ砲撃。早い者勝ちだ。戦車エリアに戦車が来たボールを切らなあかんってこと。勝ち残りをかけたこのボールチェンジが激しいバトルを引き起こす。作戦としてはこう注目を集めといて、とりあえずここで待機でなんか来るものを撃つみたいな。作戦どうしようかな。ボールでも使い切んねえともったいねえからな。緑のバトルボールは残り20分までしか使えない。ボールが一回リセットになった時にさっとボール獲得して、そこで一気にボール持ってない清原さんとか秋山さん倒して、その作戦にしよう。よし、OK。ボールチェンジが迫る中、戦略を立て直すプレイヤーたち。いや、ボール4個持ってる。雄大君、意外と聞こえてきたのね、あの子。忍びがいる者同士、互いを警戒し、睨み合う。忍びに寄り添う田中。俺5万円しか持ってないんだけど、そんなに護衛してくれるの？安い人間だよ俺なんて。これ平等だよね、どんな人間に対しても。忍びっていうのはこういう人がやっぱ世の中に増えなきゃいけない。戦車が新たなバトルボールを砲撃するのはこの3カ所。手に入れるのは誰だ。いち早くボールの着弾地点でスタンバイする清原。これ一番乗りだ。やばいぞ、ボールどうしよう。田中さんどこいんだ。田中は忍びと共に警戒中。息が合ってきたようだ。これやっぱこれだよね、これがやっぱかっこいい。これ見て思ったけど、あっ、うわー、なんだあれ、戦車、本当の戦車じゃん。え、本物あれ。戦車。残り20分になると緑のバトルボールが使用禁止。新たなボールは戦車がエリアに砲撃する。それまでに手持ちの弾を使い切りたいジョイ。見つけたのは清原だ。2対1では不利だと判断し、着弾地点を明け渡す。ボール禁止まで間もなく1分。建物に隠れやり過ごそうとする清原。
しかし忍びのいるジョイに踏み込まれれば勝ち目はない。大ピンチだ。ボールチェンジまで30秒。一か八か勝負に出た清原。ちょっと下がれ下がれ。ボールチェンジまで10秒。ユージ下がれ下がれ下がれ。ユージ下がれ下がれ下がれ。緑のバトルボールは使用禁止となった。すげえ揃ったマジで。どこだ。これより戦車が新たなバトルボールの砲撃を開始。3カ所の着弾地点に2個ずつ放たれる。新たなバトルボールを獲得すれば大きく勝利へと近づく。手に入れるのは誰だ。おーすごい。おお来た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 。よし、それ取ろう。よしよしよし、それも取って。まずは秋山が2個のバトルボールを獲得。あの千葉くんがうろうろしてるから。続いて千葉も2個獲得。最後の1箇所で待つのは田中、清原、ジョイ。うわ、手に入れたのはジョイ。取れジョイ。狙いは丸腰の清原だ。やったやった。番長倒した。まさかの俺がやられた。清原ついに撃沈。チャンスを逃さず最大の強敵を打ち取ったジョイ。抜け目がない。清原さんいただきます。ありがとうございます。番長ありがとうございます。やった。40。童心に帰るね。小学校以来ね、こんな激派情報。誰ジョイが清原和弘を撃沈。ジョイすげー、すげー。いいチームだ俺ら。よっしゃ、ランチャーか行こう。さあ、また丸腰だよ。新たなバトルボールを取れなかったのは田中と杉村。崖っぷちだ。いや、僕の中では10分切ったら動きたいんですよね。数が減るのを待つ男。これから、ちょっと武器、バトルランチャーなるものが売ってるので、それを買いたいと思います。戦闘力アップを目指すジョイ。丸腰だよ、やばいね。杉村が勝つにはキャッチするしかない。杉村さんボール持ってないか。そこへ千葉雄大が襲いかかる。まずいな。果たしてビッグバトルボールの威力は。忍び逃げるんだ。ハッチ行きの森だし。逃げろ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 。ちょっと待って。ああ悔しい。圧倒的な破壊力で敵をなぎ倒したビッグバトルボール。ちくしょう。
どうぞ80万円80万円頑張ってください。ありがとうございます。参りました。80万円初バトル初勝利ですよ。雄大君が、お、太蔵さんを撃破。雄大君90万持ってるじゃん。ジョイ100万千葉さん90万秋山さん20万俺5万情けないよ。現在の賞金総額は215万円。残る4人のうち最後の1人になった者が獲得できる。武器屋入ろう、武器屋に。賞金総額を減らしてでも勝ち残りたいジョイ。しゃ。ちなみにあのビッグバトルボールって盾で防げるんですか？もちろん防げる。あ、そう。盾もいいな、じゃあ。いやでもバトルランチャー、すいません、バトルランチャー一つで、はい。バトルランチャーは離れた敵を一瞬で撃ち抜く。弾は5発。射程距離は15メートルだ。よっしゃ、ありがとう。エスケープしようにもう5万だからよ、俺。これでもボール持ってないんだったらエスケープした方がいいよね。残り3人になるとエスケープはできなくなる。このクロノス社のゲーム史上最低の5万だけ持って逃げるっていう。雄大君、ボール持ってないよ。あれ、田中さんボール持ってないよ。田中さん、田中さん行きましょう。田中さん狙いで。秋山と千葉に狙われたアンガールズ田中、絶体絶命、逃げ切れるか。所持金5万円の田中を追う2人。やばい、挟まれる。時間内に一人にならなければゲームオーバーだ。ボールがないよ。秋山さん、秋山さん、ついに。そっち回れ、そっち回れ、回れ、逃げろ。忍びと二手に分かれて田中を追い詰める秋山。しんどいわ、浜。忍び戻って。なんと逃げ切った。状況変わるの待とう。戦っても負けるだけで。50万円でバトルランチャーを手に入れたジョイ。賞金総額を大きく減らしたこの買い物、果たして吉と出るか。行こう。丸腰の田中を探す秋山と千葉。隠れよ。来た。見つかった。ゲーム終了まであと7分。そう、なんかイベント起きてくれ。時間とともにバトルも加速する。やばいやばい。忍び、ラストスパートだ。よっしゃー、おーし、やばい、やばい、やったー、やばー。キャッチしたかと思ったのに。よっしゃ、至近距離での強烈な一撃。油断を見せず確実に仕留めた。
お金をいただけますか。出すのが恥ずかしいよ。はい。収穫は5万円だ。田中さんの部分で頑張りますから僕。これで残るは3人。残るは3人。勝ち残るのは誰だ。ジョイさん狙おう。よし、残り3人でしょ。探す方が大変だよな。時間内に1人にならなければゲームオーバー。誰も賞金はもらえない。何か95。ジョジョエン弁当いっぱい買えますよね。これこれ差し入れ。ちっちゃい。俺が見てる違うところを見て、もしあの敵がいてるようやったら言葉は喋れないから、こういう風に音を鳴らしてくれ。わかった。 OK。 これか。よし、ナイス。あ、来た。上がりそうな雰囲気やろ。忍び、行こう。あ、待って、いた。誰だ。ジョイさんだ。危ない。あ、下がって忍び。これもやるしかない。バトルランチャーとビッグバトルボール、果たして勝つのは。待て、下がれ、忍び下がれ。忍び行け。もう一回。ユーズ来い、こっち来い。おいしくない。行こう。一旦退くジョイ。これもやるしかない。背後から千葉が迫る。忍び行け。当たった。よっしゃ。マジで。逃げると見せかけ、10メートル離れた忍びを一撃。恐るべし。バトルランチャー。さあ、ユージ下がれ。千葉君、ボールを1個置いたら見逃してあげるよ。この作戦には見ませんよ。千葉君。あ、いた。あ、やばい。おお。来い来い来い、こっちこっち。これ俺にめっちゃ不利や。忍びを失った千葉がジョイと秋山に挟まれた。これよりついに最終決戦。残り2分30秒。待て待て、サブやるしかない。当たった。クソ。冷静に狙いを定め、またしても一撃で仕留めた。スナイパージョイ。マジか、ジョイさん。残るはバトルランチャーを持つジョイと格闘家秋山義弘。勝つのはどっちだ。ここで決勝戦見せますね。ここで決勝戦見せますね。ジョイ君こっち、最後勝負しよう。勝てば165万円、負ければゼロ。ゲーム終了まで1分。忍びまで落ち着け。忍び、投げろ。よっしゃ、あるぞ。当たった。あんな見えねえよ。どうしよう。秋山の忍びが先制攻撃に成功。しかしジョイがバトルランチャーで反撃。秋山一歩も動けず。いや、ありがとうございます。いやー、ナイスファイト。俺が秋山さん倒すと思わなかった。マジで。すげえ、ジョーカー、チャンピオン。戦いの時
時は終わった。倒した時はもうさすがに吐きそうでしたね。やべえなと。清原さんだってめっちゃ怒って全然笑ってないのよ。全然笑ってなかったね。今笑顔見れてよかったですわ。やったぜお疲れ様でした、半蔵チーフ。ありがとう。これなら収益も期待できそうですね。もう次の戦闘中のゲームプランは考えてある。水無月、準備に取り掛かるぞ。はい。無事に終わった戦闘中、そしてクロノス社では次の逃走中の準備が進められていた。